時刻はただいま2時20分を回りました。ここからは月曜日のコーナー、引き出しの中のラブレターです。面と向かっては言えない心の引き出しにそっとしまってしまった大切な思いを番組までお寄せいただき、朗読とピアノの生演奏を通してご紹介する、そんなコーナーとなっております。アシスタントは引き続きあやさん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、先週の引き出しの中のラブレターはホーリーバードという楽曲をご紹介いたしましたけれども、こちらはですね、詩を作られた方が、山口久美子さんというがんのサバイバーの方で、残念ながらその後お亡くなりになったみたいなお話をですね、先週ご紹介いたしましたけれども、あやさんお聞きいただいていかがでしたでしょうか。はい、世界に一つだけのオリジナルソングを作るという、足立さんの取り組みっていうのはやはりすごいなと思ったんですね。ターゲットが万人というわけではなくて、もう本当にピンポイントに誰かへ送るというもので、その人だけではなく、その周りの人たちも幸せがその曲を聴くことで広がっていって、で曲はそのお葬式でもね、皆さんで歌われたということなんですけれども、ずっと残っていくものなんですね。まさにバタフライエフェクトかなというふうに、本当に思いました。本当にもうその生前の久美子さんの歌声と、それからみんなが合唱した音源を合わせて CD 化して、彼女が残した3人のお子さんにその売り上げを届けようというプロジェクトがこう自然発生的に起きていったっていう、すごいことですよね。だからそのことに私自身がやってるなんかこうソングレターという活動の可能性を本当に僕自身が教えてもらったなと思っております。そんなタイトルがですね、ホーリーバードという楽曲でございましたので、そこにちなんだ曲を1曲ご紹介したいと思います。こちらジャスティン・ビーバーの曲なんですけれども、タイトルがホーリー、フューチャリングチャンスザ・ラッパーのバージョンでお届けします。どうぞお聴きください。はい、ただいまジャスティン・ビーバーでホーリーお聴きいただきました。さあ、それでは本日の引き出しの中のラブレター本編に参りますけれども、本日はですね、お手紙をいただいておりまして、深谷市の足立満さんからですね。あれあれと言いますのはですね、はい、過去に私が、作った、ある友人の結婚式に合わせて作った曲があるんですけれども、たまたまですね、ちょっと LINE を開いてましたら、昨日その友人の誕生日だっていうことがね、思い出すような形でありまして、その曲を紹介するにあたって今の気持ちでもう一度彼に手紙を書いてみたら面白いかなということで、サラサラサラとちょっと書いてみまして、はい、なので、だいぶね、昔の、思い出話なんかが割と出てまして、私自身も懐かしく書いていたんですけれども、それぞれ皆さん、その近いような、エピソードってきっとあるんじゃないかなと思いまして、新卒で入った会社で同期だった友人の結婚式の時に作った曲として、皆さんにご紹介したいと思います。はい、夢を応援する君へという曲につながる、本日のそのお手紙を、それではあやさん朗読をどうぞよろしくお願いします。お願いします。大学を卒業して新卒として勤めた会社は、簿記や宅建を教える資格教育の会社。同期は30名近くいたかな。今ではその頃の同期と会うこともなくなったけれど、唯一 LINE でつながっている君の投稿で、昨日誕生日を迎えたことを知ったよ。2001年4月、あの頃の僕らは期待に胸を膨らませて社会人生活をスタートしたよね。君は教育部門で簿記の講師としての道を歩み始め、僕は出版部門で通信教育部に配属。後に通信が離職率の一番高い部署であったことを知ることになるんだけど、入社前に描いていた理想と現実のギャップを知り、1年経ったあたりから同期がどんどんと辞め始めたね。2年経って残っていたのは10人に満たなかったと思う。
僕も2年半で2回急性胃腸炎で倒れ、社労士を教えている会社なのにこの労働環境ってありかよって何度も愚痴をこぼしたよね。そんな中でも年長者だった君は生徒さんのことを応援したいと会社の中でずっと頑張っていた。辞めるのは簡単だし、会社に文句を言うのも簡単。でも君は会社の内側から少しでも良くしようと奮闘していた。僕はそんな姿をずっと尊敬していたんだ。結局僕らはそれぞれ会社を離れ、それぞれの道を歩み始めた。会社はその後経営統合され、残されたはずの社名も最近調べたらもう残っていなかった。ちょっと寂しい気はするけど、あの時期を励まし合いながらお互い乗り越えたことは今でも忘れられない財産だと思う。2003年に僕が会社を辞めた後、君が結婚すると知り、その結婚式に呼んでくれたことも嬉しかった。昨日の誕生日、奥さんと二人の娘さんと幸せそうに暮らしている様子を知ることができて、なんだか20年前のことを思い出したよ。誰よりも人の夢、人の資格取得を応援していた君のことだから、きっと二人の娘さんを応援するいいパパになっていることだと思う。あの会社のキャッチコピー今でも覚えてる？応援します。全力で。会社も社名もなくなってしまったけど、お互いあの気持ちは大切にしていたいね。おかげさまで僕は今でも歌い続けることができているよ。あの時の独立の先にこんな未来が待っているとは思わなかったけど、人生って面白いものだね。今日はあの頃を思い出して、ラジオの電波に乗せてあの時送った曲を歌ってみたいと思う。一日遅れだけど誕生日おめでとう。それではソングレター、夢を応援する君とお聴きください。仕事の後にみんなで会うといつも口をこぼしたっけ、自分だけが辛いんじゃない、励まし合ったあの日の僕ら、お互いせめて3年くらいここで頑張りたいよねと笑いながら語り合っていた頃のことが懐かしいね。夢を約束したよね。
会社を出るときみんなで僕を送り出してくれたっけ。プレゼントされたワニのクッション今も大事に取ってあるんだ。毎年欠かさず送ってくれる君の年賀はがきを手に笑顔で働く君のことを思い浮かべていたんだ。夢を変わらず頑張ってる君の姿に励まされていた。一度仕事の合間に君を訪ねてみたりしたっけ。愛も変わらず夜が遅そうで心配もしていたけれど、だからあの時突然聞いた君の素敵な知らせがまるで家族のことみたいに喜びに思えたんだ。夢を応援する君と夢を歌うと決めた僕、いつも元気をくれる笑顔にそっと感謝を込めよう。支える人がいる嬉しいこともやりきれないことも分かち合っていてね。そして夢を「その夢がいつか二人の行く手に叶うことを願っているから」はい、夢を応援する君とお聞きいただきましたが、あやさんいかがだったでしょうか。まさに世界に一つだけの曲で、
でこれをね多分披露宴で手紙を朗読したとなるとお互い照れくさいと思うんですよね、うん、そうですね。ただこう曲に乗せると、はい、こんなに素敵なこうエンターテイメントになるんだなとすごく感動しました。ありがとうございます。もう本当にこの引き出しの中のラブレターは幅広いいろんな種類のお手紙をもう紹介していきたいなと思っておりますので、友達の誕生日祝いに、そんな気軽なところから、お手紙をお寄せいただけたら嬉しく思います。以上引き出しの中のラブレターでした。